キチャンネル。ちょこんにちは。さあということで今日はジャイアンツ、はい、ね、崖っぷち選手のその子というところで、はい、ね、こちらかなり多いですよ。あ、そんなにいましたっけ。うん、高橋でいます。あ、序盤良かったけどな、はい、うん、ちょっとこの終盤にかけて、うん、ね、最近もちょっと打ち込まれてる、来てるし、はい、ちょっとシリスボミ感あるな。どうなんやろうな、うん、最初えげつなかったけどな。今また登録抹消されてるよな。今いないんじゃないですか ね。8月9日中日戦ね、うん、あの3回で4失点して、ちょっとまたリリーフみたいな感じにもなってるしね、うん、どうなんだろう。もうこっから勝負やな、終盤に向けてね、うん、うん、こっからジャイアンツも優勝争いあるからね、はい、で続いて近藤だからここね、近藤、圭、鈴木ね、昨年トレード、うん、はい、ちょっと消えた感あるよ、うん、近藤大輔投手、今年は1軍で見てないもんね、見てないですから、2軍でも防御率4点台、はい、ちょっときついな、33歳、うん、圭、鈴木、うん、もう今年1軍でなし、はい、2軍で 3.27、うん、ちょっと2人ともで、しかも巨人でさ、試合がパツパツいくからさ、はい、開けなきゃいけないから、うん、一気にクビなんだよね、もしくはあの育成ね、うん、ちょっとこの2人は厳しいね。で、ババ、はい、もう現役ドラフトでね、いや、もうちょっといけるかと思ったけどね、うん、で2軍で 3.12、 まあめちゃくちゃ悪いわけじゃないけど、だから巨人じゃなかったらチャンスあるかもわかんないけども、2年連続現役ドラフトとかってありなのかな。ありじゃないですか。なあ、現役ドラフト出してあげてもいいけどね。そうですね、馬場とかね、うん、正直だって阪神出した時に、あ、いいピッチャーなのに出すんだっていう印象でしたからね、うん、でしかも巨人リリーフバタバタしてるからよかったんちゃうみたいな感じ言ったけどね、はい、うん、使わないから出したんだよね、うん、ぐらいの感じでしたから、うん、まあ、リリーフもね、バルラード、ケラー、うん、だソノアとかね、ケラーだけども、はい、まあ、1.67 ね、38試合まあ、なんか安心が成績ほど安心感は俺の中にはないね、うん、全く、はいはい、なんか大丈夫なのかな、劇場型なんですよ、うん、はい、あ、まあ、結果的に抑えたみたいな、うん、だから本当は昨日もね、カープのとこもヤロに最後抑えて、はい、まあ、バタバタしたけどだったけど最後打たれちゃったけどね、うん、だからまあ成績だけ見ると抑えてるけどね、うん、だからなんか去年の平野と一緒ね、オリックスと、うん、成績見れたら抑えてるけど、いや俺的にはなんかあんまり安心感ないんだよなみたいな、大丈夫かなって思っちゃう感じ、まあ、結果抑えてるけどね、うん、みたいな、うんうん、まあまあでもね、ケラー、バルノラード、うん、まあ、ここら辺は頑張ってるからね、はい、まあ、ケラーをまあチャンス掴んだんじゃ、うん、ね、最低限でね、はい、で泉、はい、最近8月1日からだからね、うん、まあ悪くないけどね、うん、ね、って感じだよね、はい、伊藤祐介が来たからね、うん、らその分、うん、でも防御率はいいですからね、そう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 、うん、28、だからまあ、1.98 ね、で、あとこれ平内ね、はい、平内も防御率 1.88 だからね、うん、うん、22試合投げて、まあまあまあ、だからケラーと一緒、うん、まあ結果的には抑えてるけどね、うん、みたいな、うん、この前もいきなり初球ど真ん中投げてオースにね、最後のホームラン打たれるっていう、絶対上がるのね、だから今リリーフは大勢、今村、ケラー、バルドナード、伊藤、高梨、船場様、平内、うん、だからまあ大勢、ケラー、高梨、船場様はもう確定だよね、はい、うん、だまあその中でっていうところで、まあ伊藤が上がってきたからね、先ほど言ったように泉が落ちたみたいな感じになるけども、うん、まあ、平内もね、はい、今年でもあの森下の時、おい、腰でんちゃんって、うん、あれで打たれなあかんねんけどな、そうなんですね、うん、あれちょっとイメージ悪くなってるよな、うん、全体的なね、はい、あ、でももう張り切ったらあかんもきついよな、ね、さあ出るやろ、あれぐらいに出るからな、うん、さあだって戦いだからさ、はい、それはだって敵なんやからな、うん、仲良し講師がやってるわけじゃないから、うん、そういうメンタリティも大事だと思うね、うん、正直ね、まあ、戦う精神ね、それ、うんうん、それでそんな来られても困るよな、うん、そうですね別に、まあ、全面的に支持するわけじゃないけど、うん、まあ、え、そんなことでみたいな、確かにね、うん、まあ、ちょっとおやんちゃ坊主だなみたいな感じやん、うん、そんなことでそんな誹謗中傷何万とか何千とか来んの、はい、いやもうちょっとどうにかしてるぜこの世の中わかるよ、気持ちわかるよ、わかるけど、はい、ちょっとどうにかしてるぜっていうね、うん、ちょっとデッドボール当てただけで、はい、笑っとかんのかみたいな、うん、帽子取れみたいな、うん、
え、それデッドボールも当てただけで誹謗中傷なのみたいな、うん、何当てとんじゃんみたいな、はい、いやいやそれ当たるやろ、いやそれがデッドボールですから、ね、うん、しかもそのさ罰払ってテイクワンベースになってるわけじゃん、はい、いやもうそんなことで、うん、なんかこれぐらいがこんなになってるけど、うん、大丈夫か日本みたいなね、もうちょっと抑えてもいいかもしれないですね、うん、でもね、うん、まあ、リリーフがねちょっと安定しないというところで、まあ、大勢が復活したからね、うん、その後バルドナード、ケラーね、まあ、ヘイネもまあ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 ちゃ、うん、防御率1点台やしな、はい、でも成績ほど安心して見てられないけどね、うん、あとバツバラ、セーブ掛けに、はい、セーブ掛けの方に行きました、はい、あ、そっか、開幕前は上げてたんですね、松原選手、セーブ掛けに、うん、掛け交代、はい、でももう継続掛けです、危ないよ、もう今2軍だもんね、うん、正直チャンスはあったけどね、はい、本人生かしきれずっていうね、あと門脇ね、だって開幕前によ、はい、岡本と門脇と坂本だけしかレギュラーを決まってないって去年かな、はい、安倍監督に言わしめたのに、うん、もうレギュラーではありません、はい、だからもうあのレギュラー崖からは落ちました、よく選んでましたね、門脇選手ね、そりゃそうですよ、見る目、見る見る見てたから、ね、そうって言うけども、はい、言うけども、うん、本当いけるんですかっていうところの、はい、まあ、勝負の1年だったわけよこれは ね、はい、そうですね、ここでパンパンで奪って、ね、うん、2割7、8分ぐらい打ってれば、うん、もう門脇ショート安泰、坂本アートが決まったっていうね、はい、ところになったけども、はい、現状ね、うん、現状門脇が2割3分1厘、うん、まあなかなか苦しいよね、はい、まだ正直ね、うん、ってなった時に、内野手結局伊豆口とかね、はい、まあ、伊豆口2割1分2厘、うん、ね、もう一回勝負やり直しだからね、うん、だからまだショートを探す旅やな、はい、レギュラー確定書きから落ちたね、うん、まだ競争だね、競争ですね、ビッグチャンスだっただけにね、うん、ちょっと掴みきれなかったね、はい、じゃないと思うんですとならないですもんね、チーム事情が、はい、だってあれもしヘルナンデスが、うん、あの怪我してなかったら、はい、モンテスショートやからな、ショートです、普通にもう門脇試合出てないからね、そっか、うん、もしくはレフトかに行ってたかね、はい、うん、今レフトにモンテス行ってるからね、うんうん、だからそういったところでもだって一歩間違ってさ、うん、来年モンテスショートあるからね、ありますね、開幕ヘルナンデスが怪我から戻ってきて、はい、ヘルナンデス、センター、ショート、モンテスあるからね、はい、普通にね、そういった意味ではちょっとこの終盤に向けてね、うん、最低でも2割5分まで打率は持ってきたよね、うん、勝負だね、うん、まあ、今後どうなるかだね、安泰になるのか、継続になるのかね、はい、この終盤勝負だね、勝負、うん、だ巨人としてはやっぱり去年取ったトレードのリリーフの人たちはほぼ全滅やな、うん、まあ、船場様はもう安泰、船場様、高梨は安泰だしね、はい、でケラー、バルドナード、大勢で、うん、まあ、そこをね、どんなピッチャーが食い込んでくるのかっていうところでは、うん、ちょっと K 鈴木も、ね、近藤もちょっと負けちゃったかなっていうところはあるよね、うん、ね、うん、赤星とかもまだ2軍に待機してるしな、そうだ、うん、で若いのだったら田中とかね、うん、畑、うん、畑ね、うん、横川ね、左だったら、うん、大江ね、あと堀田ね、うん、松井、ね、菊池とかね、うん、まあ、井上陽も良くなってきてね、うんうん、で京本ね、うん、どこもあるから、そうなってきたら若手の方が優遇されるから、はい、まあ、近藤ね、K 鈴木とかもう30オーバーだからね、うん、なかなかきつくなるよね、はい、俺は馬場はもうワンチャン元気ドラフトでもいっちゃうかって、いや本当にそうですね、うん、もったいないですね、結構ね、そうジャイアンツ強かったら、うん、まあ、まだいけるんちゃうかなっていうね、ちょっと順番的にもね、うん、そんな感じはあるけどもね、はい、ジャイアンツファンの皆さんどうですか、はい、